ちゃん、よちゃん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 、ちょママ落ち着いて落ち着いて落ち着いて、はい、皆さんこんにちは。今日は4月10日で、なんと私事ではありますが春休みの最終日でございます。いや、学生とるいつまで春休みやねんって感じなんですけど、予備校が4月11日から始まるということで、小学校からはすると小中高大今年ということで19年目の学生が始まるので、まあ心して頑張っていかないとなって感じなんですけど、今日はですね、まあ春休み最後なのでどうしよっかなって感じで、でもやっぱもう今日月曜日なんですね。で、今週の日曜日にはなんと今年一発目の大イベント、100キロマラソンが待ってます。もうあと5日しかない、もうすぐやんって感じなんですよ。で、まあこれまで練習してきて、で一番長距離でね、まだ21キロ22キロかしか走ってないんですね。で、とりあえずフルマラソンを走っといた方がいいかなということでですね、春休みの最後にふさわしい本日はフルマラソンを走っていく企画をしたいと思います。で、まあ、マラソンの練習をしている中でやっぱ走りやすいのって目的地があることなんですよ。やみくもにじゃあ今日は10キロ走ろうとかいうのがもう最近しんどくなってきて、どこどこに行く10キロ地点を定めて、10キロ地点の先に例えばパン屋さんを設定するとか、そういう方がすごい走りやすいので、今日はですね、狭山市にある虹の湯という温泉をゴールにしたいと思います。で、そこから42キロ地点離れたところが高槻市駅が一番結構いいポジションだったんですよ。で、結構まっすぐ降りていけばいいので、高槻市っていうところまでとりあえず電車で行きまして、その高槻市駅からスタートして南に南下してですね、狭山市のその温泉にたどり着く、その42キロ、まあほぼフルマラソンというかフルマラソンの距離の今回は動画を撮っていこうと思います。なんかこのボーダーの肩幅が広く見えるような気がする。今日声低い、これもしかして。よし、出来上がりました。プルコギと白ご飯いただきます。もう脂質とタンパク質と炭水化物をすべてしっかりとって、うん、おいしい。うん、よし、ご飯終わって着替えて、スタイルはこんな感じで、これに水入れて、で途中であの日焼け止め絶対切れるから日焼け止めを入れて、で絶対汗かくからハンカチね。ほんでなんかいつも走ってたらめっちゃあの唇が乾燥するんですよ。なのでこの唇フォロワーさんにいただいた小豆の羊羹をちょっと持って行ってみようと思います。すごいすごい、こういう羊羹2本くらい持って行っておきますか。高槻市駅に着いたので今からスタートしたいと思います。もうすぐ11時になるんですけども、あ、先ほどと変わらずですね、ヨドバンの横を走ってるんですけども、風がお話にならないぐらい吹いてて、しかも向かい風。お腹空いてきたのでこれちょっと食べてみようかなと思います。ここを押して、へえ、え、すごい、なんじゃこれ、押して出てくる、お、すごい出てきた、え、すごい、なんかこれ片手で食べれるの、めっちゃ美味しいこれ。多分残り20キロくらいなんですけど、お水ももう一回補給してまた走っていきます。ですね、ハムがバカ痛い。じゃじゃん、 42.43 キロ、ペース7分46秒、4時間29分もかかりました。着いた、さすがにしんどかった。フルマラソンってこんなきついんやな。とりあえず温泉に入っていきたいと思います。めっちゃ夕日綺麗、こうしたら綺麗。
よし、温泉に入りましょう。こちらが一人で入れる温泉です。普通の温泉が手前にあって外にも出れるんですね。なのでこの走ってバキバキになった体をちょっと、もう髪やばい、癒していこうかななんて思います。伸びる伸びる、こんなとこで、マジでやばい、もうほんまにゴリゴリ。これまず走っといてよかったと思うけども、あ、100キロやばそう、疲れた。まああとこれにブーちゃんがいるって考えると走れるかもしれへんとか思ったり、でもしんどかった。これ一人空間最高ですね。よし、ちょっとやめて、もう。はい、ということでお家に帰ってきました。あの後ですね、温泉でしっかり使ってですね、温泉にね、マッサージがあったので、もうマッサージなんてしちゃいましたね。平均ペースが7分40何秒、こんな感じだったんですね今回。まあこのペースで100キロ走り切ればゴールできるということで、まあ体の負傷がないかと言われれば、まあ痛いところはあると。なのであと残りですね6日間、本番まで6日しかないので、まあ、しっかりケアをして疲労回復のやっていけたらなと思います。でまあ明日から学校が始まるので、まあ疲労もしっかり取りつつって感じですね。でね、今日はね10キロ、一番しんどかったのはどこと言われれば、33キロぐらいのところがすごいしんどかったイメージがあります。顔の日焼けだけは死守したいと思ってたんですけど、しっかりなんか目が焼けてて頭が少し痛いので、まあ、今日はもうすぐ寝てですね、明日から頑張りたいわけなんですけども、一つ成長としては走ってる時に膝が痛いっていうのがほぼない、ゼロじゃないけど、その膝の痛みが一番ではなく、一番痛いのはお尻とも、もも裏、まあ、これは走り方が大成長したんではないかなと個人的には思います。まあ、これをね、みつかさん、この前コラボしていただいた走り方を教えてくれたみつかさんに報告したいななんて思うんですけども、まあとりあえずとにもタックルにもかくにも4月16日の100キロウルトラマラソンをブーちゃんとゴールできたらいいなと思います。ただちょっと足の指の爪と足の裏と足の甲がなんかちょっと痛いので、靴が合っていないのか、それともちょっと靴を締めすぎてたのかわかんないんですけども、まあまあまあ正直 42.195キロ、今日フルマラソンの距離走って思ったのは、なんかまあマラソン選手じゃないので、選手じゃない私はもう賞味我慢大会みたいな感じやな。そんな感じで本日はもう疲れたので眠りたいと思います。